みんな起きて、ココちゃん、ミミ、ニャミ。どうしたのカッシーくん、もう朝ですか？眠たいです。ココちゃん、ミミ、寝ぼけてないでしっかりしてよ。周りを見て。え、何ですか？海の上じゃないですか？そう、気がついたら海の上にいたんだよ。あれは噂で聞いたことがある、神出鬼没の海賊船スリラーバークじゃないのか？スリラーバーク？謎の海賊船だよ。あの口みたいな場所から中に吸い込まれて生きて帰ってきた人はいないらしい。そんな、やばいです。早く逃げましょう。逃げたいのは山々なんだけど、もう遅かったみたいだよ。口の形をした入り口らしき場所から吸い込まれたカッシーとミーミとココナとニャミン、4人は一体どこへ連れてかれたのだろうか。あっは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 、ようこそ恐怖の海賊船。せっかくだがこの船はあと1時間で沈む。お前たちの命もそれまでだ。なんだって？どこから声が聞こえてるんでしょう。そうだよ、僕たちはこんな場所で死ぬわけにはいかない。4人で力を合わせてこの船から脱出しよう。はい。はっはっは、面白い。お前たちはここから脱出できるわけがない。脱出するためには3つのミッションをクリアして俺様を倒す。それ以外にこの船から脱出する方法はない。1時間以内に俺様を倒すことができなければ、この海賊船と一緒に海の藻くずとなるがいい。カッシーくん、ココちゃん、ミッションってどういうことなんでしょう。私たちどうしたらいいのかしら。そうですね、みんなで頑張って脱出しましょう。まずは3つのミッションを見つけてクリアしなくちゃいけないから、奥へ進んでみようよ。決定！ゴーゴーポッピー。船が沈むまであと1時間。まずはこの船の内部がどんな作りになっているか調べながら進んでいこう。ミッションって一体なんだろうね。たくさん敵がいるのかな。怖いです。大丈夫、みんなのことは僕が守ってみせる。頼りになる。さあ、時間がないぞ。一つ目のミッションを探そう。みんな見て、この部屋のドア、なんか怪しくない？確かに、開けてみようよ。大丈夫ですか？いきなり敵が出てきたりしないんでしょうか？大丈夫、大丈夫。え、なにここ？マグマの部屋なんだけど。みんなも入ってきて。え、な、何があるんですか？真ん中にあるチェストが怪しいから、あそこまで行って開けてみようよ。これがミッションなんですかね。私できるんでしょうか。下に見えるのはマグマですよね。絶対に落ちないように行かなきゃ。なんかモンスターもいる。まず僕が行ってみるね。ココちゃんたちは待ってて。わかった。よし、行くぞ。頑張ってカッシーくん。うわ、オッケー。中には何が入ってるんだろう。何でしょう。お、何かのカードキーがあるぞ。他には？耐火のスプラッシュポーションだ。そして待って。何？レッドストーンブロックだ。ということは、この先何か必要になるかもしれないから、とりあえず全部持っていっておこう。お願いカッシー君。
うところがあるのかもしれないですね。ブロックが消えてる。本当だ。え、なんででしょう。あ、現れた。あれ、私の足元。これを踏んだらブロックが出てきたり消えたりしてますか。うん、わかりました。では私がこの感圧板を踏んでおくので、カッシーくんは今の間にこのアスレチックを渡ってください。あ、待って、私もそっちに向かうね。うわー、熱い熱い熱い。ココちゃん、これ大丈夫ですか。あれ、熱くない。なんで。耐火のスプラッシュポーションは、うん、マグマの熱さにも耐えられるようになる特別なポーションなんだよ。今のうちに渡って。わかった。よし、じゃあこのまま走っていっちゃえ。うん、全然熱くないんだけど。本当にほら、やった、無事に渡れたよ。一つ目のミッションはクリアだ。船が沈むまで残り時間あと40分。無事第一のミッションをクリアしたポッピンズだが、時間は刻々と迫ってきている。ねえ、さっきから気になってたんだけど、この船揺れてない？海の上ですから揺れるのは当たり前なんじゃないですか。そうじゃなくて、あ、やばい、もう水没しかかってる。ヤミー、急いで上がってきてください。うにゃ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 。あと1時間でこの船は沈むってさっきあいつが言ってたから、少しずつ沈み始めているんだ。グズグズしている場合じゃないぞ。みんな急ごう。はい。ドアを開けるとアスレチックの部屋があったってことは、この先にも何かあるのかな。明らかに怪しいドアだもんね。え、開かないよ。そうだ、さっきチェストの中に入っていたこのカードキー、これが使えるんじゃない。ココちゃん、これで開けてみてよ。わかった。やったー、開いたよ。開きましたね。ドアの先には何もない、ただの部屋ですか。でもたくさん絵が飾ってあって怪しいね。念のために調べてみようよ。いやー、何、何が起こったんですか。檻、僕たち檻に閉じ込められちゃったみたいだね。そう、みたいな場所は見当たらないです。ここが第二のミッションってことだね。何か使えそうなものがないかしっかり探してみよう。見て、みんな、あの壁にあるのは。それは何ですか。絵を描く道具じゃない。え、じゃあミーに描いてみてよ。じゃあとりあえずリンゴでも描いてみますね。でも何に描いたらいいんでしょう。このブロック使いなよ。わかりました。ではこのブロックに書いてみますね。リンゴは赤赤赤い丸を書いて、なかなか書くのが難しくて上手に書けないです。でもちゃんとリンゴに見えるよ。あれ、本物になりました。もしかしてこれって書いたものが本物になる魔法の筆なんじゃないの。じゃあこの筆を使って何か檻を壊せるものを書いたら、私たちここから出られるんじゃない。ナイスアイデア、ココちゃん。この檻を壊すにはなんだろう、ツルハシとかで壊せそうじゃない。そうだね、ツルハシがあればこの檻を壊すことができそうだから、ミミ書いてみてよ。ツルハシですね、わかりました。ツルハシは茶色だからこの色が近そうですね。そしてツルハシはへの字みたいな形だから、よし、描けました。本物になれ、本物になれ、本物になれ。やった、本当のツルハシになりました。そのツルハシを使ってこの檻を壊そうよ。えいえい。あれ、壊れないね。わかった、これはただのツルハシだから、ダイヤのツルハシだったらどうかな。もう一度描いてみて。わかりました。ダイヤの色は青色で、それに柄の部分も茶色、これでダイヤのツルハシになるはずです。来い来い、ダイヤのツルハシ来たー。そのダイ
イヤのツルハシならこの檻も壊すことができるんじゃない？それでは行きますね。やった、檻が壊れたぞ。みんなでこの部屋脱出しようよ。船が沈むまであと30分。じゃあ最後のミッション探しに行こう。ちょっと待ってください。どうしたのミミ？これだけは書いておかなきゃ。2つ目のミッションも無事にクリアし、残るはあと1つ。みんなの運命はどうなる？ここは図書室みたいな場所？そうみたいですね。本がたくさんあります。これはゴミ？紙くずがたくさん落ちてるんですけど。よく見て、この落ちてる紙ゴミじゃなさそうだよ。え、どういうこと？ほら、よく見たら1枚ずつ何か文字が書いてあるよ。落ちてる紙全部集めてみようよ。落ちてる紙はこれだけです。なになに？に、い、け、わ、に？何かの暗号みたいですね。並べ替えて読んでみようよ。はい。け、い、に、に、わ、違うな。いけ、に、わ、に？違う。いけ、に、わ、に、ん？あ、いけに、わ、に？どこかにワニがいるってこと？そんなバカなことある？もう一度紙を並べてよく考えてみようよ。わかった、これワニじゃなくて庭に池だよ。本当だ、さすが名探偵カッシーですね。最後のミッションをクリアしたポッピンズ、庭に何があるのか。沈没まであと10分。なんだこれ、見て。何かの装置みたい。なんでしょう、ミッションがクリアできたから脱出装置とかでしょうか。もしかしてチェストの中に入ってたレッドストーンを使うのかな。そういえばそんなものもありましたね。きっとそうですよ。でもこれでどうやって脱出するの？ここにレッドストーンをつけるんじゃない？そうかも、やってみてください。スイッチオン。あー、上に上がってってるよ。本当だ、もしかしてこれ罠とか？え、罠？やばいじゃん、もう逃げられないよ。すごい上がっていってるし。どういうこと、カッシー君？僕には分かんないんだ。上を見て、みんな。上？吊り橋じゃないけど何か置いてあるの。本当だ、橋みたいなものが。明らか私たちこれに向かってますよね。罠にはめられたってこと？降りることもできないし、どうしようもできないじゃん。怖いです。一歩も動かないようにね、みんな。落ちたら一巻の終わりです。みんなとにかくあそこに飛び乗ろう。 OK、 わかりました。せーの、沈没まであと5分。あははは、よくここまで来れたな。だがお前たちの命もここまでだ。こんなことするなんて許せないです。お前たちにこの最強の海賊の私を倒すことはできない。この船もあと5分で沈む。お前たちは海の木図となる運命なのだ。あんなのどうやって倒したらいいの？僕たち武器も何も持ってないのに。武器？そういえばさっき私持ってます。カッシー君、このさっき書いたダイヤの剣を使ってください。わかった、みんなで一斉に立ち向かう。怖いけど頑張ります。何の恨みがあってこんなことをするんだ。貴様の思い通りにはさせないぞ。みんな行くぞ。2人とも足の間にガトリングガンがあるから、あれを食らわないよう気をつけて足を狙って。わかった。僕は頭を狙っていくぞ。えい、やったー、倒したぞ。やったね、カッシー君。本当すごいです。あいつは倒したけど、ここからどうやって脱出するんだろう。脱出できそうなものは見当たらないね。ココちゃん、向こうを探してみましょう。わかった、カッシー君、ミミ
本当だ。よし、開けてみよう。あ、中にボートが入ってるぞ。やった、これで脱出できるよ。よかったです。あれ、他にも何か入ってるみたい。金にダイヤモンド、あいつが隠していたお宝だ。さあ、これも持って僕たちの家に帰ろう。スリラーバークが沈んでいってる。はい、ということで無事スリラーバークから脱出することができました。やりましたね。やったね。もっとポッピンズの活躍を見たいと思ってくれたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。みんなはどんな冒険が見てみたい？コメント欄で教えてくださいね。それじゃあまた次の動画でね。バイバーイ。